サイドのラインから前下がりにスライドカットさせてイメージラインでカットしていきます。でサイドの幅というのは、イヤートゥーイヤーというよりは耳の一番高い位置で取ることが大事です。それはなぜかというとショートカットの場合にでここの襟足の、ヘムラインというんですけれどもここのラインを切るときに毛流れをフォワードの方向に流したいので前下がりでイメージラインを第一パネルで切ったレザーで切ったスライドカットで切ったベースをガイドに前下がりで切っていきます。で根元からっていうよりは、まあ、その中間から毛量調節をします。その方が自然に量が減ってくれるので毛質がそんなに悪くないのですごく馴染む毛質なのでその時に、モデルさんの毛質が結構ペタッとしやすいので根元をなるべく起こすようにドライヤーを風を当てていきます。襟足の部分は、すきばさみで、毛量調節したのでそこの部分には、ストロークカットというのはいらないのでその上のセクションにストロークカットを入れていきます。特にトップペタッとしやすいので根元につけちゃうと潰れてしまいます。せっかくトップにニュアンスを出すように切った髪型が潰れてしまうので今日のこの立体的なショートの髪型なんですけれども、前髪を長めで、イメージはやっぱりクールな感じで、仕上げてみました。こう見ると意外に普通なナチュラルなショートなんですけれどもやっぱり内側の厚みを削る、テクニックやあとはそのストロークカットなので束感を出したりとか空気感を出したりとかすることでより髪の毛がやっぱり柔らかく動いて、立体的に見えるっていうのがやっぱり今日の髪型の狙いの一つなので、こう見ると分かると思うんですけれども一見普通のショートっぽいんですけれども内側は短いことによってサイドからのシルエットと正面からのシルエットがここの耳の上の方に、厚みがなくなり、シャープに見えてスマートに見えます。